日本東京都板橋区赤塚新町赤塚新町は東京都板橋区の町名。現行行政地名は赤塚新町1丁目から赤塚新町3丁目。住居表示実施済み。郵便番号は175-0093。赤塚新町は板橋区の南西部に位置する町である。北で赤塚、東で徳丸、南で練馬区北町、道区、田原、 道区、光が丘及び道区朝日町、西で、なりますに隣接する。板橋区の西端に位置し、地区南辺をもって、板橋区、練馬区境をなす。地区北辺と地区内を私鉄と地下鉄の二つの鉄道路線が走る。地区内に、下赤塚駅が所在し、地下鉄赤塚駅の出入り口があるが、東西に長いため3丁目の西側は、実質なります駅。 地下鉄なります駅が最寄りとなっている。大部分は住宅地であるが、赤塚中央通り近辺は商店街が形成されている。町域は1871年11月に浦和県から東京府に編入され、1889年北、豊島郡赤塚村になった。1932年東京市に編入され、板橋区となった。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地下鉄若塚駅に停車する元町中華街駅列車。ありがとうございます。